肉のような食感が楽しめるエリンギですが、どこまで食べられるか迷ったことはありませんか？料理の仕方を検索すると全部食べられるようですが、大体が下の色が変わっている部分を切り落とすようにと書かれています。切り落としたここの部分はまだ使えますので捨ててはいけません。紅茶の出がらしを乾燥させたもの。米屋さんで買ってきた米ぬか。普通の砂糖。卵の殻を粉砕させたものです。ここに挙げている材料の分量は素人の私が経験的に暫定的に考えたものです。黄金比ではなくまだ検討の余地があります。ジャムやパスタソースの入っていたような瓶を用意して中に入れます。そして最後に水分を追加します。非常に栄養分に富んでいるのですぐにカビが生えたり腐ってしまいますので、ここで滅菌をします。圧力鍋で圧力状態を30分維持します。買ってきたエリンギです。このエリンギにも下の部分に色の違う部分がありました。材料を混ぜ滅菌したものにエリンギの切り取る部分を刻んでのせました。細かく切り刻んだ小さい塊から綿のように白く細い菌糸が伸び始めました。カビが生えたように見えますがカビではありません。カビの場合は灰色になったり黒っぽかったりホコリが積もったような胞子がたくさんできます。これはエリンギのキノコ部分を2回収穫した後で3回目のキノコ部分の発生を写したものです。3回目の収穫になるとキノコは小さいものになってしまいました。そしてこのあと暖かくなって菌床が腐り始めて干物のような匂いがし始めたので、そこで栽培が終了となりました。他の材料での実験の経過です。麦茶の出がらしを乾燥させたもの。買ってきた米ぬか。普通の砂糖。卵の殻を粉砕したものを使いました。それぞれの材料を混ぜ合わせていきます。そして水を加えて滅菌をしました。滅菌の後、常温に戻ったところで石突きの一部を細かくして巻きました。蓋を閉めて最高気温が摂氏20度くらいの場所で保管して観察していきました。1ヶ月の間蓋も開けずに何も加えずに様子を見たところ、キノコの小さいものができ始めていました。一度瓶の口のところまで水を満たし、キノコの発生を刺激すると一気に活動が高まりました。小さいながらエリンギが出来上がりました。このあと料理に入れて食べましたが、素人がやった実験なので細菌の汚染や有害なものが混ざる可能性もあります。食べる場合は自己責任でお願いします。収穫した後は成長してこない小さいものは取り除き、また瓶の縁まで水を入れて24時間放置すると、それが刺激となり発生が繰り返されました。この瓶で3回目の収穫を迎えました。3回目になるとサイズが小さいものになってしまいましたが、前半の実験と同じく一冬で3回収穫ができることが分かりました。台所から出る
お茶殻などの廃棄物を活用して堆肥を作るのは一般的によく行われています。しかし冬の間は発酵が遅いのでたまりがちになります。食品に使われるキノコの菌糸は冬の間に活動が高まります。そして廃棄物になりそうなキノコの一部分を用いてお茶殻などの分解を促進させてキノコができるのを観察して楽しみ、そして最終的な廃棄物は野菜の土に混ぜて肥料や堆肥のように活用できる方法はいかがでしょうか。